リニューアル前のエバ方面行きホーム船入り南、停留場は、広島市中区船入り南4丁目、5丁目にある、広島電鉄エバ線の路面電車停留場である。駅番号は、e、E5。1943年12月に、土橋から船入り本町までの区間が開通した、エバ線は、その半年後の1944年6月に、船入り本町から延伸。 東停留場はこの時路線の終点として開業した。開業時の停留場名は、船入南町停留場である。しかしその翌年の1945年8月6日には、広島市に原爆が投下され、江ヴ線をはじめとして、広島電鉄の市内電車は、全線が普通となる。江ヴ線が被爆から復旧したのは1947年11月のことである。 この時停留場名は、江場口停留場へと改称された。路線は、その後1954年には、東停留場から延長され、新たに、江場口停留場が開業。この頃あたり停留場は、グランド口停留場へと改称された。この、グランドは、西区観音新町にある、広島県総合グランドを指す。その後、1960年頃には、 開業時の船入り南町へと再解消された。船入り南停留場に解消したのは2019年のことで、広島電鉄は解消の理由を名称の由来となった所在町名の変更のためとしている。エヴ線の軌道は道路上に敷かれた平洋軌道であり、東停留場も道路上にホームが設けられている。ホームは 定床式で2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟んで配置されている。ただし互いのホームはハス向かいに一致していて、北に土橋方面へ向かう上りホームが、南に江バ方面へ向かう下りホームがある。かつては両ホームが線路を挟んで向かい合う相対式ホームであった。両ホームともに連接車両に対応した長さを持つ。到底流上には、 広島電鉄で運行されている系統のうち、6号線、8号線、9号線が乗り入れている。広島県駅乗降客数。2021年3月14日閲覧。広電が走る町今尺113から114ページ。ABCDEF 今尾圭介。日本鉄道旅行地図町11中国四国。新庁舎。2009年。38ページ。 ISBN 978から4から10から79万29から6。ABCDEFGHI、広電が走る町根尺150から157ページ、AB4-1 宮島線、市内線の駅、電停名称の変更について、広島電鉄。 http://www.hiroden.co.jp:/topics:/2019/0219-namechange.html2019、e e. ht 年7月15日閲覧。廃止町名と現在の町の区域。広島市。2019年7月15日閲覧。ただし、船入り南町の 拡張目が、船入り南に解消されたのは1968年9月1日のことである。広電が走る町根尺、日本鉄道旅行地図帳では1月8日とするが、広島電鉄開業100年、創業70年市433ページでは1月7日。AB 川島慶造、全国鉄道事情大研究中国編に、創始者、2009年。 103.108ページ。ISBN 978から4から794217110、e。AB 川島経造、山陽、山陰ライン全線、全駅、全配線第7巻広島エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2012年、15.84ページ。ISBN 七十八から四から零六から十九万百五十七から。 9. ありがとうございます。